2020年1月1日の今日はお寺に初詣、箕面のカツオジ、カツオッポ主寺と書くカツオジに来てるわけなんですが、山の上にあってね、大渋滞中、後ろ見える？これが延々山の下から続いてるの。まあなんとか1時間ぐらいやったら着くかもね。ね。まあいいや。ゆっくり待ってみようかなという感じですわ。で、今日これね、こないだパーティーの時の動画に現れたマナー講師の田中優子ちゃんがお誕生日にって言って買ってくれた。ふわふわ。気持ちね。これでちょっとぬくぬくな状態でね、行ってみようかなと思ってます。お寺初詣はね、何回も言うけど、神社行こうがお寺行こうが構いません。ただ自分が、あ、ここ行きたいなと思うところに行ってもらったらええんちゃうかなと思うし、まあ神社はせめて氏神さんぐらいは行っといた方がええんちゃうかなという感じですね。私は毎年直感でお寺は決めるので、今年は自分に勝つという意味を含めて勝王子を選んでみましたとさ。なんとか橋っていう名前がついてるから、またそれは後でちゃんと貼り付けとくわ。名前が分からない。山を延々階段で上がってきてるの。これはね、株式会社小田エンジニアの書きがなってます。これはちょっとスニーカーで来た方がいいね。おみくじを久々に引いてみたら、こっちはミニオン、こっちは私。ミニオン今日、私は小吉。ね、ミニオンは何か、いろいろ真面目にやんなさいっていう感じ。私は人の目気にしてる場合ちゃうでみたいな感じ。まあしっくりきたので、このままだるまをね、置かせていただこうと。先ほどお申し込みなされましたお方は、本庁右側の入り口よりお入りください。こんな感じでみんな置いてるね。すごくない？
株主どこだよね、どこ、いつも見てすごいでしょ、こうやってみんなね置いて帰るね。よし、これで今年も完璧や。次はちょっとお腹が空いたから何か食べたい。Oh,